はい、皆さんこんにちは、リキです。こんにちは、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というところでございまして、いよいよですね、今月も25日ですね、迫ってきましたよ。テンスラーの劇場版が公開されますと、グレンの絆編というところでございますね。はい、まあ私できましたら当日に行きたいなとは考えておりますけど、まあまあ今のところどうなるか分かりませんよというところですけども、少しそうですね、テンスラの方をおさらいしていきましょうかというところですね。はい、まずはテンスラとはというところですけども、転生したらスライムだった件は伏せ死による日本のナロー系小説、略称テンスラは小説投稿サイト小説家になろうにて2013年2月20日から連載されていたウェブ小説を大筋プロットとして大幅に改正し、2014年5月より GC ノベルズマイクロマガジン社から刊行されているほか、本作を原作とする漫画や外伝漫画、漫画版を元にしたアニメなどメディアミックス展開が行われておりますよというところですね。2013年ですかね。はい、小説家になろうですね、ナロー系ですね、いわゆるね、というところで、発表されておりますと。布施先生というところなんですけども、まあオーバーロード等々に影響を受けているというところで、まあなんとなくね、こうオーバーロードに似ているところはありますよね。まあ仲間を大切にすると、まあオーバーロードはちょっとねダークなところはありますけども、まあテンスラの方はダーク、まあまあダークな時もありますよね。まあリムルがシオンを殺された時に全員皆殺しにするといったところですとかね、そういったところ、まあまあダークなところはありますけども、ちょっとこうなんていうんですか、オーバーロードとは違う、同じでありながら違う路線というところですね。はい、というところでございますとですね、あとキャラクターですね、キャラクター原案はズッパーさんというところでございますと。はい、そしてアニメの制作は株式会社8ビットというところですね。まあ、最近ですかね、バンダイと業務提携というところで、こちらの方は株式会社バンダイナムコフィルムワークスというところの支援を受けていると、まあまあ、いわゆるバンダイから支援を受けているというところですね。バンダイと言いますと、そうですね、サンライズとかもありますしね、まあ、ガンダムですね、いわゆるガンダム系とかっていうところ、まあ、サンライズといえば虫プロの系譜というところでございますけどもね、うん、まあ、ですからマオリュウですか、マオリュウもバンダイからの制作ですかね、というところですかね、まあ、ゲームの、はい、というようなところでございますと、テンスラね。はい、そしてまあ、今回はオーガの話でございます。まあ、オーガの生き残りというのは基本的には6人というんですかね、6体というところなんですけども、そこに現れましたヒーローですかね。ヒーローの方が現れましたよというところから始まるお話でございます。はい、まずはキャラクターの紹介ですね。リムルですね。リムル、サラリーマン三上悟は事件に巻き込まれ、異世界に転生してスライムにと。転生時に身についたユニークスキル大賢者と捕食者を頼りにスライムながら様々な種族と仲間になっていくというところで、岡崎美穂さんですね。まあ、テンスラといえば岡崎美穂さんというところはありますよと。はい、そしてベニマルですね。オークによって滅ぼされたオーガ族長の息子と、真紅の神と瞳と、漆黒の角を持つ正義感の強い性格で、許せないことはまっすぐに立ち向かうと、古川誠さん CV というところですね。そしてシュナですね。ベニマルの妹でオーガの姫と、薄桃色の髪に白磁のような角を持つと、可憐な美貌だけではなく調理や衣服の才能に恵まれているというところですね。千本木さやかさんと CV ですね、担当というところでございます。そしてシオンですね。はい、紫の髪と黒曜石のような角を持つオーガの一族ですね。見た目はクールビューティーだが、その戦闘力は高いと。まあかなりの脳筋というところでございますと。そして CV 担当がマオさんというところでございます。はい、そしてソウレイですね。はい、オーガの一族の一人と、青黒い髪に褐色の肌と純白の一本角を持つと、常に冷静沈着な性格で隠密行動が得意というところでございます。 CV は江口拓也さんですね。まあ、ハンマー修士とかやってますかね。はい、そして次白狼でございます。ベニマルに付き従う狼王と、
老体ではあるが優れた剣術の使い手であると、 CV が大塚宝珠さんというところでございます。まあ昔で言いますと野山ゲームですかね、ゼーと、はい、いうところでございます。そして黒部ですね、オーガの里から逃げてきたベニマルたちの仲間、額に一対の小さな角がある、家業である刀鍛冶の技術を持っているというところで、 CV が柳田純一さんというところでございます。はい、まあ、この辺あたり、6体ですかね、この6体がオーガの生き残りという設定でございます、本編の方はね。はい、そしてこの6体を滅ぼしたのがオクロドというところですね。はい、ゲルドというところなんですけども、この父ですね、ゲルドのお父さんというところが滅ぼしましたよというところでございます。まあそれも、いろいろありまして許したというところでございます。はい、ですね。はい、といったところのキャラクターでございますよと。そして新たに、はい、現れた、オーガというところがヒーローというところでございますと。かつてベニマルたちの兄貴分だったというオーガの生き残りと、ラージャ昭和国の女王トワに命を救われ、トワへの忠誠心を誓っていると。自分を救ってくれたトワとラージャ昭和国を守るためにリムルに助けを求めテンペストにやってきたというところですね。 CV が内田雄馬くんというところですね。はい、そしてこちらがトワですね。テンペストの西側にある小さな国ラージャ昭和国の現女王と、王家に代々受け継がれているティアラの魔力を使い、自国の鉱山の毒を中和しラージャの民を守っていると。しかしその代償に呪いで命を蝕まれているというところでございます。はい、といったところでございますね。まあですから基本的には、テンペストに助けを求めてきたヒーローですかね、ヒーローと共にラージャ昭和国に向かい、ラージャ昭和国を助けるというところですね。はい、まあ、その中でたくさんいろんなことがありますよというところの物語かと思います。はい、まあ、ここら辺はね、見てのお楽しみではございますよというところですね。はい、まあですからなぜこうオーガが生き残っているのかと、まあ、6人6体以外ヒーローが生き残っているのかというそこら辺もね、 もしかしたらこう明らかになる可能性もありますよというところですね。うん、そういった内容でございますね。まあテンスラを、まあ、見てなくても十分楽しめるんじゃないかなと。まあ、もちろんねテンスラを見ていますとさらに楽しめるのは間違いないというところではございますけどもね。まあテンスラも、まあ、さっきの動画でねお伝えさせてもらったように3期ですね、もう始まりますと、まあまあどうですかね、再来年の早い時期とか、まあひょっとすれば来年のまあ、冬秋というところもありえるかなとは思いますけども、まあまあゆっくりと待ちましょうよというところでございますね。はい、皆さん行かれますでしょうかというところですね。まあ入場者特典等々もありますのでね、はい、入場者特典はゼロ感ですかね、ゼロ感、まあ最近のトレンドですかね、ゼロ感というところですね。まあ鬼滅からのトレンドというところでございますのでね。はい、まあどうですかね、結構人が多いのか多くない、まあまあ反応を見てますとやっぱりテンスラはね人気のコンテンツでありますのでね、人は多いのかなと思いますのでね、はい、入場した特典もねすぐになくなっちゃう可能性もありますので、できるだけ早く行った方がいいんじゃないかなというところでございます。またね行きましたら感想等々も内容、ネタバレを含めずにできたら言いたいなというところでございました。本日は転生したらスライムだった件劇場版グレンの絆ですね、もうすぐ公開ですというところのご案内でございました。チャンネル登録グッド評価などをいただけましたら最高です。次回の動画でお会いしましょう。それではまた。